はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、昨日の続きやっていきましょうか。4日目の今、昼過ぎかな。もうすぐ2時になるとこね。穴掘りクエとかね、いろいろ昨日行きまして、家に戻ってきたんですけど、一旦ね。まだね、トレーダーの報告してないので、今日は報告をするところから始めますか。はい。ちょっとだいぶ木が育ってきたね、これ。もうちょっと育つまで待とうかな。うん。ね。はい。ということで、それはさておき。それはさておき。報告に行きましょうかね。うん。なんかいいもんもらえたらいいけどね。穴掘りクエはまあ、楽といえば楽だったんだけど、まあまだね、でも石ショベルだから掘るのはちょっと大変だったけどね。得るものはあまりなかったかな。得るものはあまりなかったですね。粘土層がね、粘土がたくさん手に入ったんで、まあ穴掘ったからね、その分ね。それぐらいかな。たくさんって言ってもそんなめちゃくちゃ取れたわけじゃないけど、ウサギが飛んでる、マジ？初めて見た。ウサギ飛ぶんだ、ちゃんと。そら飛ぶわな。よいしょ、OK。ウサギ飛んでるとこ初めて見たかもしれない。あ、で、ピストルはね、ちょっと置いてきました。荷物がすぐいっぱいになるんでね。今、パイプマシンガンと、チャキーン。パイプマシンガンしか持ってないです。はい。あ、これがあるか。パイプライフル。パイプライフルと。弾をね、これだと7ミリの弾だけで済むので、持ち物がちょっと減るかな、これだとね。はい、ということで、やってきました、トレーダーまで。報告して、まあ今日もちょっとクエストを受けるような感じになりますね。爆速クリアしようかな。もう荷物とか、アイテムとかどうでもいいから。じゃじゃん。あ、抗生物質がもらえるんだ。抗生物質欲しいような気もする。あ、フォアグリップが欲しいかな。抗生物質はちょっと、これがあるからね。蜂蜜があるから、抗生物質はそこまで求めてないので、フォアグリップにしよう。なんでって言われるかもしれないけど。いや、これにつけたかった、フォアグリップを。これにフォアグリップつけたい。じゃん。OK、ちょっと強くなったんじゃない？よっしゃ。じゃあ仕事するか、今日も。頑張って。1.2 キロとかちょっと遠いからね。あ、これ775でどこ？わかんない。あれ？キャビンって昨日行ったとこかな？あ、行ってみましょうか。昨日行ったとこかな？なんだっけ？キャビネット屋さんか？あ、違うな。キャビネット屋さんかと思ったら、あ、違う。あれ？どこだこれ？あー、普通の家だね。民家ですね。民家だ。行こうか。閉めとこう。700m ちょっと遠いけどね。まあいいか。700m ぐらいならまだ行けなくはないか。行けなくはないね。1.2km とか言われるとちょっとね、だいぶ遠いなっていう気がするんだけど、こんなところに道あったんだね。知らなかった。これちゃんと獣道があったんだね。こんなところにね。全然知らなかった。いつも、海じゃない、ね、池の方を通ってたけど、密かに道があったんだね、これね。はい、着きました。ここ多分ね、動画界で俺一回潰してるんだよね。行きましょうか。どっから入っていいかよくわかんないんだけど、これ。回収か。こっからも入れるんだよね、なんかね。で、普通に、入り口からも入れるんですけど、正面のね。正面玄関からも確か普通に入れたと思う。お宝というか回収は上だね。こんにちは。あ、近いね、お前。近いよ、それ。あ、死んだの？シャギーン。あ、本入ってた。誰か来たね。誰か来たぞ。首よく飛ぶね、本当にね。首結構簡単に飛ぶよね。作業台に本入ってないかな。じゃん。入ってなかったか。入ってなかったか。残念。上の方になんか、ないか。入ってきた？これよくね、人入ってくんだよね。こうね、どこ？上狙ってる。上からも行けるんだけど、これ。うん。ここも開いてんだよね。ほらね。ここも開いてんのよ、実は。ガチャッと。
どっからでも入れる。一人じゃないっしょ、まだいるっしょ。あー暗いね、今日も暗いよ今日も見事に暗いよ。あ、いっぱい入ってた。マジめっちゃ入ってたぞ。ビッグヒッター、恐ろしき拳、ライフルの世界、ライフルの世界2個入ってた。ワイヤリング、医療ジャーナル。医療ジャーナル結構出るね。この間から言ってるけどね。医療ジャーナル、まあまあいっぱい出るんだよね。これ本当に暗くて嫌なんだが。暗くて嫌なんだけど、バカ。こう置いてからの、撃つ。置いてからの撃つ。はい、どうも。もうちょっと、松明の殴りがもうちょっと強かったら最強なんだけどね。これ、耐久値ないから。棍棒みたいにさ、耐久値ないからさ、殴り放題なんだけどね。これはまあ取って、回収品は？回収品この辺だね。どこ？あ、あれか。配達カバン。OK。終わった。今日の仕事終わりです。今日の仕事はまだ終わらんか。もう一軒ぐらいなんか、こういうさ、狭いところだったら、もう一軒ぐらい行けそうな気がするけどね。今一つだな。あ、このパイはいいね。あ、取ったら開くようになったんだ。へえ。そうなんだ。あ、だからその音が止まるっていうのはそういうことか。マコン。じゃあ、ここはもう見たね。はい。釘。ちょっと下から行こう。あ、ここ見てないね。ここ見てないわ。あ、また料理本入ってた。料理本結構入ってるね、本当に。こんなとこに、あ、スポーツバッグ熱いよ。じゃん。全然熱くなかった。で、コーンミールめっちゃ入ってんだけど。5個も溜まった。よいしょ。下まだゾンビいるんだっけ？あ、いたわ。クローラーがいた。あ、死なね。あ、死んだか。下暗いね。下暗いよ。さっ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 さ。さっさ。あ、これさっきのとこね。あ、これさっきのとこだね。ここまで来ましたよね。作業台ね。これはただ、あれかな。あ、違う。ちゃんとゴミもあったわ。あ、いらねえ、ホップ。ホップいらないな。あー、もうこの辺もいらないね。これ、返しちゃうか。これあげるわ。これ分解。コーンミールもね、いらないわ。あ、食べちゃうか。コーンミールポリポリしない。でも暗いからな。暗いからポリポリするにもな。困ったもんやな。じゃがいもも別にいらないんだけどな。ねえ。あ、暗い暗い暗い。暗い暗い、本当に。勘弁してほしい。じゃじゃん。上はないのか。弾薬、はい。で、ポップンピルズ。本入ってないかな。本は入ってないか。よいしょ。以上。もうなんかオフィスチェア持って帰るのめんどくさくなったんでやめようかな。やめようかなと思っております。はい。で、こっから上だね。やっぱ下から入ってくるのが正解なんだな。順路的にはね。で、下から入ってきて上に行って、で、どんどん上に上がっていく感じ。こういう感じ。あ、これお宝がある。そこに誰かいるでしょ。ねえ。死んだ？あ、生きてる。オッケー。あ、本棚ある、本棚。じゃん。おっと、これなんだ？ハンドガンマガジン。パイプピストル。パイプピストルなんか、いくらクオリティが上がったところであんまし、あんましね、欲しいと思わないんだけど。じゃん。あ、ニスコ入ってた。やったね。やったねって言うけど、ニスコもついてるけどね。まあ、他のね、他のやつが出た時に、あ、ラッキールーター。今俺何つけてんだっけ？オタクメガネか。ラッキールーターの方がいいんじゃない？待って、略奪品ボーナスプラス5だって、なかなか、
なかなかじゃないこれ。なかなかだよ。帰ろう。帰ろう帰ろう帰ろう。帰りましょう。よいしょ。はい、ただいま帰ってきました。ただまっすぐ帰ってくるだけだから早かった。でももう4時か、もう4時半か。まあまあだね、時間はかかるねやっぱね。はい、お茶入れてきたよ。あ、クラフトスキル雑誌バンドルが出た。ついに出た。ついに出ました。これもらおう。あ、終わった終わった終わった。よっしゃ、ロがもらえるんだ。でも自転車でしょ。あ、待って、ウォーターフィルターめっちゃ欲しいんだけど。ウォーターフィルターもめっちゃ欲しいんだけど、でも自転車だろうな、やっぱり。今までの移動の苦労を考えれば。お、そして特別な仕事ついに来ました。1.1 キロどこだろうね。SE? 南か。トレーダージェンだ。あ、ジェンどこにいるんだ。ジェンどこにいるの。ジェン君どこになったんだい。あ、いいね。ここにね、エアドロップ落ちたんだよね。これ一応マーキングしてある。こんなとこに行ったんだ、ジェン。ちょっとジェンさん見に行きましょうか。じゃあ、せっかく自転車もらったんで、自転車漕ぎながら、どっちだ?こっちか。自転車漕ぎながら、エアドロップ回収してからのトレーダージェンにしようか。よしよしよし。焼け森にいるのか、トレーダージェン。え?ヘビがいる?ヘビ来た。ヘビめっちゃいるんだよね、そういえば。なんか、今までこんなにヘビなんていなかったような気がするんだけど、歩いてたらね、めちゃくちゃヘビいるんだよね。こんなにいることあるみたい。あ、ちょ、これ先に開けてみようか。じゃじゃん。あー、なに?ワイヤリング。あまりだな。これ何?道具ジェイス、道具ジャイダイジェストはいいんじゃないの?これ。収穫道具か。これは、ゲットハンマー。ゲットハンマーにもスレッジハンマーのクラフトスキル絶対いらない。絶対いらないんだけど、スレッジハンマー使わないんだけど、本当に。スレッジハンマーを初期の頃ならね、一撃必殺で使ってもいいけどさ、オーバーキルなんだよね、あれね。コンボでも普通にワンパンできるようになるからさ、スレッジハンマーの破壊力はね、オーバーキルというか、オーバースペックというか、うん。自分がある程度強くなったらね、あんな振りが遅いだけで攻撃力あんなにあってもしょうがないからさ。そういう意味で私はあまり使わないんですけど、好きな人はでもね、あれでバシバシ頭砕いてね、やってる人いますけどね。まあその辺好みだな。わ、犬がいる。その辺好みの問題だろうね。私はあまり。OK。じゃん。よいしょ。肉は結構取れるからやっぱりいいね。よっしゃ。肉は苦労しないかもしれない。肉っていうか食べ物ね。食料にはあんまり困らないかもしれない。これ道あるのかな?あ、その前にそうだ。エアドロップ取りに行かなきゃいけない。エアドロップ取りに行こう。あ、あったあったあった。煙見えた。エアドロップ何入ってんだろうね。あんまり期待できないのかもしれないけど、初めて撮るからね、今回ね。今回初めて撮ります、エアドロップ。さあ、中身は一体。じゃん。あ、バンドル入ってるんだ。あ、これ入ってるんだ、クラフトスキル。あ、いいね。それはじゃあ美味しいんじゃないか。近接武器のバンドル。あれ入ってないかな。バット。あ、違う。あ、お!来ました。バーニングシャフト来ました。バーニングシャフトつけよう。ついにこれで、あ、つかねえ。なんでだ、これシャフトついてんだろうよ。まあ、これにつけるか。あ、これにつけるか。あ、誰か来ちゃった。どこ?あ、それか。シャフトついてんだろう。パイプバトンシャフトついてないらしいよ。どうやら。でもこれでもまあ見えるからいいか。石斧でも。ウッドスプリッターはすでについてるから、もういらない。で、品質5だったらまだつくのか、これ。まだつくけど、こっちにつけたいかな。これ。ねえ。これもつけるか。あ、これつくんだ、ウッドスプリッター。マジ?変わんの?あ、変わるね。つけとくか。歯ついてないけどね。うん。刃物ついてませんけどね。これ開けるか。スクラップフォーファン。回収ツール。回収ツールのクラフトスキルを上げます。はい。これはスレッジハンマーね。さっきのね。これは
ツールクラフト。収穫道具のクラフトスキル。収穫道具ね。あ、石斧か。石斧とかか。これは食べちゃうか。鉄の道具クオリティ、あ、待って。鉄の道具クオリティ一応アンロックしましたってことは、ピッケル作れるようになったんじゃない？ピッケルじゃねえ。ツルハシか。ツルハシ。ツルハシ作る。あ、作れるようになった。やった。作りたい、これ。ずっとなかったからね、これね。よし、作ろう。作ろう、作ろう。家帰って。今日の夜作ろう。ということで、トレーダージェンのところに行きますか。燃える？えう？あ、燃えてる、燃えてる。すでに燃えて、黒焦げだから、お前。燃やしたところであれだろうな。大して効かないんだろうな。さてさて、ジェーンさんはどちらに？まあ、まだ結構遠いね。まだ、え、道、道、あーと、あ、はい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 、待って待って。ずーっと行って、あんなとこに行ったんだ。なんとなく、なんとなく土地勘があるので、なんとなくわからんでもないけど、あんなとこに行ったんだっていう感じだね。ねえ、ここちょっといたらちょっとした町があるんですけど、ちょっとした町というか集落というかね、なんか気のせいかもしれないですけど、アスファルトのさ、道路がガタガタじゃなくなりましたね。昔はさ、昔ガッタガタでさ、走るの大変だったんだけど、そこまでガタガタじゃなくなったね。ここ曲がれば多分行けるような気がするけど、ちょっとゾンビやっちまうか。ででん。よっ。この辺にもいたよ。あれ、いなかった？あ、いるね。あ、生きてる。こいつ強いな。この辺にもいた。あ、いた。あ、ちゃちゃ、これに当たってる。あ、これ、車に当たってる。あ、こういうところにもさ、いっぱい入ってんじゃないの。あ、入ってる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 。おお、わ、普通の本だね。普通の本だな。スキル本じゃない。普通の本だった。何？何ですか？ここは何屋さん？何屋さんってわけでもないのか。おう、走ってるこいつ。走ってるけど、あ、まだ生きてんの。強いね。さすが残忍だから強いんだな。もう一人なんか声がしたような気がしたけど、レベルをね、レベル上げたいんで、ゾンビ見つけたら倒したいんですけど、できるだけ。レベルアップのため、もうすぐ上がるんじゃない？ねえ。レベルアップのために、ズボンだ。ここゾンビいないの？黒、あ、なんか美味しそうなの拾った。なんだこれ。シャムチャウダー、あ、シャムチャウダーこんな色になったんだ。色変わりましたね。いるいる。ゾンビ多いね、なんかね、この地域。ゾンビなかなか多いっすね。まあ、行きましょうか。ほっといていこう、もう。ちょっとジェーンさんのところに行こう。こういうカバンが熱い。じゃん。そうでもなかった。そうでもなかった。道端にさ、あえて落ちてるカバンからこの間ピストル拾ったんだよね。あ、こんな、あ、森なの、ここ。え？森バイオーム？これ、あ、森バイオームだ、ここ。これ？これジェンさんち？あ、これジェンさんち？あ、ここそうなの？あ、ガチで？ガチ？わあ、こんななんだ、トレーダージェン。へえ、どこにいんの？なんか、立派な建物に住んでますね、なんか知らんけど。
ねえ。へえ。オープン。オープンしてる。あ、教会じゃない。教会じゃん。こんにちは、ジェイさん。ジェイさん、こんにちは。いいとこ住んでるね。在庫見してくれ。なんか、あ、本売ってるね。本売って、あ、お金持ってんだ、俺。本買おうかな。ナイフがいいとかじゃなくて。あ、いまいちだな。いまいちだった。あの、あれが欲しかったのに。あ、でも、ここに、ここで出るかもしれない。あ、2200円。あ、買えるね、ウォーターフィルター。ちょっと待って、買う前に、あさってから買うか。あさってからにするか。この、あ、あ、惜しい。あされなくなっている。惜しい。見えない壁が。見えない壁が。見えない壁が。うん、友達に似てるんだよね、これね。友達とか知り合いに、知り合いに似てるんだよね、ジェンさん、顔、顔面。どこがあされた何が漁れて何が漁れないのかよくわかんないね。ここはね。これいけんのか。これ開いてる？開いてる。外か。外だね。この辺はゴミ。ゴミ漁れる？はい。そして自販機。自販機。この樽は漁れない。こっちも特に。これも漁れないと。ここは、あ、本があるね。じゃーん、棒ハンター。また料理の本出たまた料理の本出たよ。あ、これ取れる？取れない、取れないか。無敵だからね。これはね、あ、懺悔教会だ。あ、またこっちに本があるじゃん。教会だからね、懺悔しなきゃいけないからね。釘抜きハンマークオリティ1をアンロックしました。やったね。めっちゃ叩いてる人いるけど、めっちゃ叩いてる人いるんですが、死んだ？死んだ？あ、レベル上がった。ラッキー。よいしょ。なんでゾンビこんないっぱいいんの？多いね、ゾンビね。はい、そしてどこに何があるのかよくわからん。あ、作業台あったね。作業台ありました。じゃん。あ、炉の中に本入って、あ、入ってた。やった。やっぱ炉の中には入ってる確率高いね。これはここには入って、あ、セメントミキサーも熱いよ。あ、入っちゃった。やった。これいったんじゃない？これいったんじゃない？めっちゃいるな、ここゾンビ。なんか知らんけど。あれ？行かなかった？まだ9、あと1個、ひょっとして。あ、あと1個だ。あと1冊だ。あと1冊なのよね。これね、作業台。何個で上がるのか。あとどれだけで上がるんだ？この地域はでもこんだけゾンビがいるっていうことは割と危険な地域なんだろうな。ねえ。ここだけ森バイオームなの？あ、生きてんのお前。ここだけ森バイオームなんすか？謎に。謎にここだけ森バイオームなの？見て。地図を見ると。あ、本当にここだけ森なんだ。ここだけ焼けてないのね。うん、すごいね。ギリ焼けてないんだ。ギリギリ焼けてないとこなんだ、ここは。ねえ。ということで、あと1個だったんだけど、出なかったので、まだどっかにあるかな、なんか。クレート的なものがあればね。水はない。これはただのトイレなので。あ、カバンは、ジェンさんのカバン。金入ってた。金盗んでいく。勝手に、あ、グリルか。グリルももう、あ、鍋グリル。グリルももうあるからね。結局作らなくても拾ってきた。あ、また料理の本出た。作らなくても拾えたんで、作る必要はなかったでございます。はい。
鍋とか売っちゃうかも。いらないから。この辺は多分壊れないから、靴も売っちゃうか。靴売っちゃうか。あ、本があった。おっと、ビッグヒッター、ワイヤリング。ワイヤリングも結構出るような気がするな。ね、出やすい部類なんですかね。以上な感じだね。以上な感じですね。ねえ、あ、これ見てないね。これも見てないんじゃない？そんな感じ？うん。で、テントがいっぱいあるけど、これテントの中にもなんかあるのかな？死体があるけど、これ穴掘れないよね。無敵だからね。あ、だよね。うん、まあしょうがないね。テントの中にはこれは関係ないのか。テントの中は何もないのか。これ。もう持てなくなってた。まあ、腐肉はいらないから、また誰か来たね。ちょっと。あ、ちょっと待って、売っ払ってこよう。人いっぱい来るね、ここね。やっぱ焼け森の中に立ってるから、人口密度は高いのかな。ねえ、ジェンさん、あんたよくこんなとこに住んでるね。よくこんなとこ住んでますね、君。こんな感じ？これ売れんの？あ、売れんの？これ、こんな16円。めっちゃ高くで売れるんだ。あ、そうなんだ。いや、そこら辺にいっぱい生えてるからさ。別にねって感じだけど。着用しようかな。着用して、履き古したジーパン売るか。そんな感じ。あ、お金はまあ、売っちゃっていいとして、そんな感じ？そんな感じ？これ売れないよね。あ、売れるんだ、1円で。これはいらないな、間違いなく。まあそんなもんか。あ、ここにゴミなかった、さっき。あ、これだ。これ取れないんだね。あの、さっきの弾薬ボックスみたいなの開けたい。どこだっけ。どこで、どこ、あ、これか。これ開けたいね、ちょっとね。軍用チェスト。あ、しょうもなかった。実にしょうもなかった。実にくだらない。実にくだらなかったね。で、これはもう一回開けたから、これは今消えなかった？ストレッチャー。ストレッチャー消えませんでした、今。あるか？この辺は漁るもんないのかな？あ、ないか。こっちは、レンタル、あ、ここに箱がある。レンタル自販機か。レンタル自販機ね。ゾンビね。あ。あ、通らないんだ。まだ生きてるの、お前。強いね。めちゃめちゃ強いね、君。オッケーかな。これ、漁れる？漁れるね。じゃん。あー、これ、フラッシュライトで、ウェポンライトとかつけれたらいいのにな。ねえ、ウェポンライトなんかさ、使わないんだけど、普通は。ヘッドライトがあればね。でも今、ヘッドライトがないからさ、せめてウェポンライトでもついてればね、銃もさ、一応、暗闇でもね、使えるじゃんね。あ、特になんもないんだな、これ。特になんもないか。机は漁れんのか。漁ったら開くんだ。あ、これ、棚。お、技術の惑星。そんな感じ？以上か。
あ、以上って感じかな。ああ、まあまあでも朝れるのはあったね。もう、言ってる間に8時だけど。ああ、遠いね。自宅ここだもんね。めっちゃ遠いね。ここでもさ、住めそうじゃない？範囲的にはどうなんだこれ。範囲的にはどうなの？なんか置けるよね。ここ、目の前にこれ家建てれんじゃない？ね、ここは置けないけど、ここは置けれる、置けるから、こう目の前に家を建てることは可能じゃないかという。ここ森でしょ？松の森だよね。もうただゾンビいっぱい来るような気がするけど。ゾンビはたくさん来るような気はするけどな。ねえ。第二拠点作るか、早速。待って、ここでさ、あ、でも、そっか、町あるもんな。ここに町があるから、ここに行かされるかな、クエスト受けたら。クエスト受けてみようか。もうすぐ夜になっちゃうけど、まあ気にせずに。あんま細かいことは気にせずに。どう？こんにちは。ちょっと仕事を。あ、ティア1なのか、そうか。1か、あ、でも近いね、300。ゾンビいそう、ゾンビいそう。全部あそこの町なんだろうな。オールドクレーピーチャーチ。あれ？思ったのと違う？ああ、はいはいはい。あ、ここでちょっとクエスト回した方がいいのかな。ねえ。ということで、まあ今日はこの辺にしときましょうか。ちょっと俺ここにさ、家建てるわ。ここにね、この辺に家建てます、私。はい。松の森に。ここの辺もまだ森なんだ。ちょっと部材が足りないかもしれないけどね。部材が足りんかもしれんが。これめっちゃギリギリまでいけるじゃん、これ。え？あ、それに当たるんだ。あ、それ当たってんのね、それね。これさすがに中には置けないよね。中には、あ、そうだね。中には置けないよね。さすがにね。ここに乗れる、一応。この、有刺鉄線の上には置けないのか。そりゃそうか。うん。チャンクリセットがどうのこうのっていうコメントがあったけど、トレーダーチャンクリセットかかるの？かかったとしてもこれ範囲外だから別にいいよね。ワープしたりして、ワープさせられたりしてね。うん、まあいいか。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。